はい、皆さんこんにちは。ホワイトベースの二宮と申します。はい、前回に引き続いてですね、非常に好評なので、私がですね、視聴者さんの、YouTube 視聴者さんの、ご質問にお答えするという、形を取ってみようと思うんですけども、正直ですね、私も本業がバイクを売る仕事なので、それ以外のその購買に関する仕事質問以外のことはですね、あまりこう直伝されたりとかしても困るんですけども、こうやってですね、まとめてこう動画とかですね、私がこうたわいない雑談としてお話ししていく分にはですね、非常にいい題材なので、そういう方は何か質問ある方はですね、Twitter とかメールとかにですね、なんか入れておいてください。今回ですね、埼玉県の男性の方ですね、もしバイク屋をやっていなかったら、二宮さんは今何をしていたでしょうかという質問なんですけども、多分ですね、一番私が思うに可能性が高いのは、まあ死んでたんじゃないのかなっていうのが一番可能性としては高いですね。死因はね、餓死です。はい、何も食えなくて餓死っていう、そういうまあ、ことが、答えにしてしまうと、お話が終わってしまうので、はい、ちょっと真面目に考えましょうか。僕がですね、バイク屋をやる前にはですね、まあ、海外、香港で働いてたんですけども、で、香港からですね、まあ、日本に起点を、まあ、起点じゃないや、日本に支店を、いずれは作るということですね、その拠点作りのためにですね、帰国したんですけども、そのまま会社が潰れまして、で、まあ、それで、まあ、お勤めというのが嫌になってですね、まあ、自衛の道を志して今に至るわけなんですけども、まあ、何か商売をしていたと思います。はい。ただ、何を売ってたかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、バイクはもともと好きだったんで、点鼻薬も好きなんですけどね。はい。バイクはもともと好きだったんで、まあ好きなものが仕事にできてよかったなと思います。よくですね、好きなことや趣味を仕事にしちゃいけないっていう人いるんですけど、それ大きな間違いです。私は大きな間違いだと思います。好きなことこそ仕事にしてください。はい。なんでだと思います?仕事っていうのは、いいことばっかりじゃないです。嫌なこともたくさんあるし、ストレスもいっぱいあるし、その中で、基本的にそれをやってることが嫌いだったら、嫌なこと 100% になっちゃうわけですね。はい。で、そうなると、頑張れるかって言ったら頑張れないし、頑張ってやっぱり成果を出していかないと、やはりですね、お金も儲からない。もう悪いループになってしまいます。好きなことを仕事にすればですね、そこにこう好きっていうプラスの要素が加わりますんで、どんな仕事であっても、やっぱりプラスに向いていくと思うんですね。なので、なかなか難しいとは思うんですけども、少しでも好きなことを仕事にするのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。ただですね、エンターテイメントというかですね、娯楽ですね。そういった、まあ、自分の好きな娯楽を仕事にするっていうのは、ちょっと、まあ、今向きは異なるかなという気がします。まあ、ちょっと話今逸れてますけども、娯楽、エンターテイメントっていうのはですね、まず第一条件としてですね、一過性であるということが重要なんですね。要するに短期間で一旦終わること。映画とかでもそうですよね。映画がもしですね、10時間とか24時間とか続くようでしたら、見るの非常に大変だと思うんですよ。あれが2時間そこそこで終わってくれるからこそエンターテインメント。海外旅行もある一定期間を過ごしたら、また日本に帰ってくるから楽しめるわけです。わかります?例えば、そこでスキューバダイビングでも何でもいいんですけども、例えばスキューバダイビングはですね、一回ダイブすると10時間潜んなきゃいけないとか、ずっと水に浮かんでなきゃいけないとかだと、非常に大変なんですね。なので、それが、まあ、1時間ほどでまた戻ってですね、また、連日でやるんじゃなくて、また、気が向いた時にできるから楽しいというのがあると思いますので、娯楽を、お仕事にするというのは、だいぶ覚悟のいる話で、エンターテインメント性がなくなってしまうんで、楽しくなくなっちゃう可能性があります。好きなことを仕事、趣味を仕事にするのもいいんですけど、娯楽を仕事にするっていうのは、まあ、ちょっと考えた方がいいんじゃないのかなと。まあ、それ自身もですね、それ自体のことも、僕がまあ、バイク屋ということをやるときにですね、まあ、ちょっと考えたことでした。はい。まあ、
そんなに僕もですね、深くバイク屋になろうっていうふうに、バイク屋に憧れてバイク屋になったわけでは実はないんですね。自営業になりたいっていうのはもともとはその最初の動機でした。はい。まあ自営業だったら何でもいいのかといえば、やっぱり好きなことを自営業にしていけたらいいなと思っていたので、結果としてバイク屋になりましたね。はい。もしかしたらまあ他にも好きなことはあるので、例えばまあ僕は旅行が好きだって言ってもな、これもまあ一過性だから好きなのであって、旅行することを仕事にはしなかったでしょうけどね。旅行代理店に勤めたりとか、あとは何をしてたかな。もしかするとまた海外転々としてたかもしれないですね。まあ海外を転々としてそこの行った先で、まあ自分に合った仕事、自分がですね全力を打ち込める仕事がないかとか。っていうのを探したかもしれないですし、また日本国内ですね、東京じゃなくて違う場所に行って、何かこう自分にできることがないかどうかっていうのを探していたかもしれないです。ただまあ僕サラリーマンやってですね、2回ほどリストラされてますんで、またサラリーマンをやろうとは思わなかったんじゃないのかなというような気がしますけども、まあネットオタクではあったと思います。今みたいにですね。僕は何でもかんでもネットで何度かしようと思ってますけども。で、今の結果があるわけなんですけども。まあ、そんな感じできっとネットオタクを続けてですね、その中で何かしらのお金を稼いだんじゃないのかなというような気がいたします。はい。なんか取り留めない回答になっちゃったんですけど、まあ、とにかく私がですね、言いたいのはですね、歯はですね、しっかり磨いた方がいいんですよ。例えばですね、こう、前はですね、こうやってこう、ちょっと縦にやってやるとかですね、あと、歯周ポケットはちょっと斜めに歯ブラシをこう当ててやって、こう、マッサージしてやる。あんまり歯茎ゴリゴリやるとですね、歯茎どんどん浅くなっちゃうんですね。まあ、私はそれで一回歯抜けかけたんですけども。そうですね、皆さん、ぜひ、一日食べた後ですね、3回ほど歯磨きをしてみてください。はい、どうぞよろしくお願いします。